ひ皆さん、この神栖市の三ヶ浜海岸、皆さんのお力でゴミのない、そして街中もゴミが見えない、そういうみんなで神栖市を誇れる美しい魅力ある、そういう街に作り上げてまいりたいと思いますので、水分補給をしっかりしながらお願いを申し上げたいと思います。本当に皆さん、今日はありがとうございます。